意外と人勝つな。ね。強いですね。はい、ナイスボタン。はい、はい、なんか珍しいね、ポコちゃん押すの。ん？あ、珍しくない？最初のボタン押すのって。ん？あ、いや別になんか疑ってるわけじゃないんだけど。DJ ポコ？ DJ ポコとポップミュージックやってる感じで今日は、うん、あ、そんな感じでボタン押しちゃったわけね。叩いちゃったんだ。はい、叩いちゃった。ボタンの色に似てるわ。そう。ポコって呼んでました。まあ、僕は押せたんですけど、一旦様子見ました。村の。はい。はい。うん、平和だった。全然。うん、よどんでた。小平さんも一緒にボタンラッシュに走ってくれましたね。でも小平さんボタンとこいないよね。ボタンとこいないっすね。あれ？バイタルにいますね。あれ、ジャッカルって視界広いんでしたっけ？ジャッカル抜いてます。あ、人と一緒か。あ、ジャッカル抜いてますよね。あ、いや、ジャッカルを入れてますよ。あ、ジャッカルいるんだ。ジェスターがいなくなった。ジェスターがいないです、うん。あ、ジェスターがいないのか。うーん。あ、今ので俺がジェスターでもジャッカル今の怪しいな、アイセン。バレちゃった。アイセン、ジャッカルっぽいな。今のは、すごい演技。釣り毒かな。いや、打てばじゃないことはありましたね。シェルフィないんすよ。いや、ジャッカルで。あの、ナイスゲッサーで、ジャッカルで。あーあー。あー、打って死んだらマジウケるな。これ、毎回左回りなの納得いかね。なんで右回りじゃねえんだ。あいぜ、音が遅延してんのも腹立つ。ナイスさ、ナイスボタンですわ。白いっすね。うん、白いな。エレキを直したのはポコちゃんダウとネロちゃん。うい、ダウ。ポコちゃんダウとネロちゃん。私もいました。はい。モイモイちゃんダウもいる。はい。その背後にコヘウ。はい。ちゃんダウ。コヘウちゃんダウもいる。わかんねえな。今のとこフラットっすね。うん。アイセンさんが出退してくれから。アイセンさんがくれないぐらいかな。アイセンさんはグレーですね。確かに。何で？まあ、強いて言うならそれ。これがグレーアイドが打てばもう打てばもうって言い出してる。いいよ、勝っちゃうよ俺。勝つとかあるんですか？勝つってよ。何が弾くってことだな、弾を弾く。うん、なんか特にないなぁ。死にたくねえ。なんか誰か人死んでてほしいわ。なんか普通に俺このまま殺されて終わりそうじゃない？怖っ。
誰についてったら俺死なねえんだ。怖え。死なないね。死なないね。バイタル見て死んでなかったから押しました。内房。内房。内房。優しいボタン。うん。俺は死ぬのを見てから押そうかなと思ってました。ポコ一瞬入ってちょっとして出てったのなんだ。なんだったんですか。あ、俺も言おうと思ったそれ。え、ポコさん。ポコさん FPS めっちゃ得意もしかして。え？なんか3秒くらいで、うん、いやどこに入ってですか。ウェポンで二人ぼっちになるの嫌だったから、二人ぼっちになりそうだったから嫌だなと思ってやめたんですよね。小平さんが出ようとしてたんですよね。で加藤さんと二人ぼっちになるなりそうになったのがちょっと嫌で、いや出ようとしてないですよ。僕順番待ちしてたセーフピース。上司とはちょっとみたいな。加藤さんさっきのボタン結構白かったですけどね。加藤さん怖がいから。いや。お子さんなんか。ただ単に二人になりたくないなっていう気持ち。加藤さんだであれ誰であれ釈迦さんだろうがヤコさんだろうが全員私は同じ動きをしました。俺もダメっすか？うん、愛仙さんだったらそのままいたかもしれない。ああ、ですよね。猟奇的だな。今んとこ一番白いですもんね、俺たち。はい。ポコさん白いな。ポコさんそれだけ。はい。でちなみに二人ぼっちにしてって加藤さんと小平さんどっちかやり合わないかなって思って速攻で見に行きました。そしたら誰も死んでなかったんで、はい、多分二人とも白っすねこれは。ヴァンパイアかもしれないし、あでも15秒は経ってると思うから、うん、釈迦さん、モイモイさん、加藤さんはヴァンパイアではなさそうですけどね。データによると、データによるとジャッカルは誰っぽい。ジャッカルは分かんないですね、まだ尻尾出してないんで。え、尻尾出すまで分かんないの。キープします。取り合わない。そろそろ人死にまくる気するなぁ。小平さんは割と白っぽいかなって感じしてるけどな。助けやるのがマジで怖え。さっきすれ違いました。ホロン、あ、ホロンさんじゃない、ホイシンさんは7秒前で死んでます。ごめんなさい、間違えた。7秒前。7秒前にバイタル見てる時に死にました。なるほど。7秒前なら、馬さんは無理、小平さん無理で、あれ場所どこなんですか。場所どこ、女性室、女性室、7秒前、右上と左下あるよね、女性室って。あのね、上じゃない、ボディスキャンの下、あのシューのところ、プシューのところ。あ、じゃあホロンさんも多分無理じゃないかな、7秒前でしょ。でね、ここほら無理。説明すると標本室から、ね、標本室に俺とモイモイさんとホロンさんがいて、うんうんうん、ホロンさんは左に抜けてって左下で、標本室から右に行ったのが俺とモイモイさんなんだけど、モイモイさんの方が先に行って俺が行ったから、だからモイモイさんがラボとかで誰かとすれ違って、うん、いやそれがホイシンさんとしかすれ違ってないのね。はい、だから多分毒でやられてるんじゃないかなって思う。 その毒が、俺はラボで誰かと会ってたらその人がヴァンパイアなのかなって思ったけど。やってないんだよね、うん、誰も見てない。無理そうなのはホロン、ポコ、
アイセンモイモイネロちゃんが無理って感じ？え、でもあれって何秒？毒ぬ、ちょっと待って、毒ぬって何秒だっけ？15秒。15秒ですね。まず絶対無理そうな人から弾きたいっす、うんうん、反対のところ、うん、これボイラーのところでずっと助かる。ホロンさんは分かんない、最後に通信室の目の前にいたってだけなんでちょっと分かんなくて、私はずっと左にいて通信室から動いてないというか、そのあたりしか動いてないんで。でも7秒前でラボの方に死体があったんでしょ、うん、いやでもあのヴァンパイアだったら、いやホロンさんはないと思うよ。あ、ないんですね。標本室から左に行ってるから。そう、はい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 、そっから上に。私もそれはないと思う。加藤さんとあと誰、うん、か加藤、ヤコウ、コヘウの4人もないと俺は思ってる。そこ白にしちゃっていいのかな。ヤコウさんはないと思いますけど。あ、まあ、だって15秒前だよね。いや7秒前です。7秒前と15秒前で23秒前。そう考えたら俺その込み直したの俺で、早めに夜行さんと小平さん来てたけど、塗ってからだったら全然あるかなと思って、ね、割とすぐ直したんで。なるほど。それこそ加藤さんぐらいじゃないかな、今ので白っぽいのって。加藤さんは絶対右から来てなかったもんな。俺最後ちょっとストーカーしてたけど。逆に考えるとモイモイさんとかは割と今安全。いやでも潜伏してるだけかもしんねえしな、結局1キルだけだもんな。怖え。普通に殺人の殺害の現場に居合わせた人狼っていう可能性もあるしな。俺死ぬかもなこれ。ちょっと分からなさすぎるわ、白い位置が。うわ、あれこれやべ、怖っ。でもやりきりたい、やめられない。どこですか？あ、ボタンか。オフィス。うん。ああ、モイさん、俺見たな。左下 O2 結構前か。ちょっと聞いていいですか？はい。女性室にポコさん入りましたよね、最後の盤面。あ、入りました入りました。その時ってラボに入ってきたんですか、左から？うん、下から標本室から除染室に行きました。あー、なるほど。ホロンさん、はい、ラボにいましたよね。ラボにいました。で、左から来ましたよね。はい、左から。俺、リアクターの右を直して、で、その後ラボ入ってヤコウさんと合流ですね。はい、で、俺がその後すれ違ったらホロンさんずっと追っかけてくる感じで、ドアの部分までついてきて、ドアのところに加藤さん死んでましたよね。俺はちょっと見えてないですね。俺が右のリアクター一緒にホロンさんと直して、うん、で、加藤さんとホロンさんを見送って俺鳴らしに行ってるオフィス。なるほど。それだけど気になるのはジャッカル含めトリプルだった時に、ジャッカルだったらだるいかなってだけだね。ホロンさんが殺してるのは間違いない。でも俺から見てホロンさん以外に釣れる人がいないんですよね今。うん、俺もね、そうだね今回は。うん、待って待って、ポコさんの話は、ホロンさんなんだと思う？俺、ゲッサー。軽っぽいけど。もう、ここだったら言った方がいいと思うけど、俺、ゲッサー。俺、これ、バイパーキルじゃなさそうな気がしますけどね。でもね。いや、これ、直前、加藤さんと俺を見送ったって話だったら、アイセンさんが毒塗ってる可能性も全然あるんじゃないですか。それ、さすがに決め打ちすぎると思うんだよね。他の人の話聞いてないのに。加藤さんから見て、それは確定じゃないの？確定じゃない。俺は。動きをしてたとか。
夜行さんについていってるのは事実なんだけど、俺は死体を見てないし、あの俺は加藤さんも見てないんだよね、まあ、ちょっと絶対ちょっと絶対つらなきゃいけないんで、夜行さんから見てポコさんは絶対できなさそうな位置ってことですかね。ホロンさんがポコさんがもし左から来てたとしても、その後ろにホロンさんがいるはずなんで死体を見てるはず、はい、いやいや俺ポコさんとすれ違ってないよ、ポコさんとすれ違ってないよ、順序的な話、順序的な話、ポコさんも俺とすれ違ってないよね。え、私下から来てるんで左とかよく分かんない、打った方がいいのかな、なんかエロちゃん対普通に釣れません、普通に釣れません、釣る誰誰誰、普通に釣った方がいいと思う、入れちゃっていい、ホロンさん入れちゃう、ホロンさん入れる、後悔する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 、なんでなんでなんで、俺ポクさんと待ってたら死体も見てないし、加藤さんも見てないって、後悔後悔、いや多分俺ここで俺が打ちミスして死んだら票数がやばくなるから、ここ釣ってで押してと思ったんだけど、なんかねエロちゃんとアイセンさんがライン繋げたような気がしてさ、なんか俺ちょっと負けた感じも若干してるんだけど、これ気のせいかな。あ、治った、ボタンの前にいたの誰だ、俺死にたくねえ、ヤコウさんどこだ、ヤコウさん助けて、ナイスナイボ、ナイボ、バイタルを見てて遅くなりました、このボタンはすごい。で、ごめんなさい、うん、ホロンさんが関われそうなのは加藤さんと切るってことで間違いないですか。加藤さんだと俺は思ってます、うん、俺もそう思ってる、はい、じゃあと2キル、誰でしたっけ、モイさんと小平さんか、うん、さっきモイさんが O2 でみたいな、釈迦さんが喋ってましたんでしたっけ、モイさんはと小平さんは O2 周辺で2人とも俺見てる、うん、けどやべ記憶ねー、うん、俺ももうヤコウさんとシャカさんはめっちゃ白いんすけど、ネロちゃんとポコさんはもうインポスターとかジャッカルなのかわかんないっすね、そうだよね、ジャッカルでもインポスターって、うん、まあ、ただねごめん、うん、かんない、1個目の本心さんの、バイタル情報出してるの俺なので、そこだけ、まあ、白要素拾ってほしいかなぐらいな感じ。本心さんのバイタルってなんだっけ、そうだっけ、なんだっけ、だから7秒前に死んでますって情報を出して、ので、うん、だからそこで俺は関われないっていうところで、釈迦さんもコンビ直してるのでないっていうところなので、俺目線だと夜行さん、釈迦さんの順で白いです、釈迦さんが言ってるのは左側で最後に会ってるっていう話ですね、右側私ずっといたんですけど、標本室と除染室のあたりずっといたんですけど、はい、いなかったっすよ、2人とも。で、私誰とも、まあ浮いちゃう、浮き位置には変わりないんですけど、右側では誰も見てないっすよ。だから俺これ死んだら、俺死んだらまずいっすもんね、これ。そうっすね。そうだよね。絶対安全か。釣った方がいいと思います。安全だと思う、そっちの方が。うん、そうだよね。これジェスさん抜きっすよね。ジェスさん抜き。絶対ない。もう正直ポコさんネロちゃん10万円釣ったら終わっちゃうけど、ダサいか。いや、全然それでもいいと思うよ。ただ夜行さんだった場合っていうのが一応あり得る。夜行ディテクティブです、あ、そうなんです、じゃあもう絶対このニューロ釣ったら勝てると思いますよ、うん、じゃあさっきナイスゲッサーで殺されたし、俺ポコさん CM の方かな、でもね俺もさっきがね、ネロちゃんちゃんとしてるんだよな、バイタル、でもホイシンさんのキルに関してはだってあれじゃん、その前のターンの話じゃん、ネロちゃんはこの3キルでしょ、ネロちゃんだよ、ネロちゃんだよ、さっき3キルの、あ、俺スキップ3キルはホイシンさんの話じゃないじゃん、これスキップだから、ホイシンさんの時の部分で白要素を出しただけでだよ、僕だと思うよな、終わんねえのか、3キルした時にアイセンさんボタンを押してるから、アイセンさんも俺割と省いてるんだよな、でまあ別にこれ終わんないのはよくて、これ終わんないってことはジャッカルが生きて、お城まあサボも入らないし二郎連れてると思いますけどね、一ジャッカルだと思います、え、俺これ勝ちか、俺は釈迦さんが思ってることでいいと思います、あれ、え、ジャッカルじゃないの、これどっちにしよう、ヤコウさん、釈迦さんはもう役職持ちで他に CO がいないから隠しろで、俺かアイセンさんの部分だけど、俺は
俺が見せたと思う。だって黒サイドって3つっすもんね。そうですね。あとチャッカルしかないと思うけど、うん、じゃあ俺自分の嗅覚だけしん、あでもそうか、俺これ外したら結構やばいっす。やばいよね。まあでも外してどっちを打つか言って、で外した方、うん、釣ればいいだけなんで、と思ったんだけど、ジャッカルじゃなかったら負けじゃね。例えばポコさんがジャッカルだったとしたら、で今残ってんのがそのヴァンパイアとかだったとするじゃん、仮に。で俺が今からエロちゃんジャッカルで撃ちますって言って死ななかったらアイセンさん釣るってなるよね、うん、じゃあ残ったアイセンさん釣るって間違えてたら終わりですね。そうだよね。そうそう、インポさん残って、インポさんだったら負け。ただ釣るのはもう無理だと思います。タスク的に俺は無理だと思ってるけど、タスクは無理ですね、さんが入れたい人に。まああとはヤコウさんのディテクティブが偽 CEO じゃない限りは、俺的にはネロちゃんで一択だから。うん、まあここは2分1でしょうね。まあ俺ホロンさん釣りに行ってるんで、あるとしたらジャッカルだと思うんですけど。じゃあさ、俺さ、それは、じゃあ俺エロちゃんクルーで打っていい？え？ああ、なるほど。それはありっすね。そうっすね。それはありっす。全然ありっす。それありっすね。その場合俺が死んじゃうのか。まあでもそしたらアイセンさん、そしたら俺と、そうそうそう、俺とヤコウさんでアイセンさん釣ったら。うん、そう。でも俺普通に釈迦さんにジャッカルでネロちゃん打ってほしいな。あーそっち、いやじゃあクルーで打ちますね、よっちゃん。お疲れ様でした。まあまあまあそういうこともあるってことっすね。あぶねー、ヴァンパイアじゃん。あぶねー、俺はヴァンパイアです。あ、ヴァンパイアだったんだ。あぶねー、あぶなー、ナイスプレー。よく気づきましたね、するうち。そこ気づいちゃうのか。えらい。クルーで打ってクルーだったらどうなんの？あ、死にます。クルーが死にます。打たれた側が死ぬ。はい、あ、そうなんだ。当たってるから。よかったな。頭よす。だからじゃないんだ。そう。俺がだからホイシンさんはキルしてる。あ、じゃあポコさんがジャッカルだったんですか？モイさんがジャッカル。普通にクルーメイト。本当に殺されちゃった。パクって。いやーごめんねネロちゃん、もうちょっと分かりづらかったら。クルーで打つ。多分もう1キル取ってればね、ワンチャン。気持ちいいけど死んだー。うぜえ。今のはでも釈迦さんがね、最後すごい良かったよね。気持ちいいけど死んだ。クルー打ちは。クルーで打つっていう考えがないわまず。うん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 。今。むしろでも俺アイセンさんをちょっと疑っちゃった最後。え、嬉しいっすか。あ、いやなんかジャッカルで言ってほしいなって。え、でも3キルの時にボタン押したからアイセンさんすげえ白目に見てたんだけど。そうっすよね。うん、俺の一言一言が怪しく聞こえますね。いやそうそう、なんかアイセンさんがちょっと深そうなこと言うとさ、なんか北斎ねんじゃねえかなって。まあ、アイセンさんなんか今回最初から黒目で見えてましたから。